こと ZON 大木がゲストの願いを叶えるため頑張ります。ゲストの願いに見合った出玉を目指し3人で乗り打ち実践、そのプラス定まをゲストにプレゼントします。果たして願いを叶えることができるのか。ネオこと ZON のレディーステディーゴー。ネオこと ZON のレディーステディーゴー。そうきたか、ゴー合わせらんなかった。あ、ごめんなさい、ちょっとレディーステディーゴー。僕は何事今ね、悩んでる。レミクラビッツかしらって言ってますよ。これぐらいやらない。サクライ大好き。うまいね。このダンスありがとう。ね。ね。芸を身につけてんだね。そう。ああ。やるいな、ちょっと。まあ、何が出てくる。モノマネチャンプとして。ちょっとモノマネチャンプだね。今回のお願い依頼者はパチンコ視聴ガイド編集の作業桜井さん。ボートレースで失った35万円の負けを減らしたいと3万発の出玉を求めています。投資2000円でガロをサクッと当てて今9箱持ちが9箱持ってます、はい、ですよね、たけしさん。すんでバカ野郎。9箱持ってんぞ。やっぱ優秀人ですよ。これでいいんだって、このマネってこれでいいんだって。簡単楽勝っすね。スタロのやつがね、怒られろ。でビューティフルからもう私が6箱持ってます。マジっすか、松本さん。松本さん。あれ、西川さんじゃない方って松本さんじゃなかったっけ。西川くん、行くで。ノリノリじゃん。似てるか、これ。いや、似てるか、ね、あれ、人のこと言えないよ。いや、俺のはちゃんとね、ボーダーライン超えてるからな。マジで今、なんか、松本さんで、私、ダウンタウンの松本さんからって。松本、西川だね。そうだね、そうだね。そう、わかんなかった。ごめん。すいません。急すぎた、急すぎた。チャンプリも入ると思う。で、俺が、うん、言わないで。大木が2万円使ってます。ビビってます？何がビビってんですか？ビビってます。お前やめてくれ、マジで。これはやばいぞ。なんで3人でモノマネしてるの？こういう番組じゃないじゃない。こういう番組じゃない。真面目にゲストの方の望みというか願いを叶えよう。願いを叶えてもらう。僕が願いを叶えてたから目標3万バスなんだけど、今もうすでに2万2000バスぐらい、うん、もうゴールだな、ゴールだ、ゴールだ、目の前だ。しかもレオコだって ST 中でしょ。 ST 中です。サクサクサクってもう出しちゃえば、もう余裕っすね。じゃあね、うん、俺が多分今日はちょっと足引っ張りそうな雰囲気をする。あ、そしたらもう奥さんずっと TOKIO 映ってくださいよ。そうだよ、 TOKIO でちょっとね、時間いいですよ、別に吐くけど反発吐くけど寄らないとちょっとヒリヒリしてイライラしちゃうでしょ。なんで短髪して短髪時間潰して嫌だよ。パツン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 って古き良きパチンコで思い出してもらった。スマートボール。まあとりあえず今日はなんとなく目標は達成できそうな感じなんで、サクサクっとサクッと行きましょう。夕方までね、もう終わるかな、うん、もう楽勝ですね、まあ、とりあえずレオコ次第のところも大きいと思うんですけど、うん、任せてくださいよ、うん、じゃあとりあえず早速行きますか。行きましょう、はい、行きます。今回の実践ホールは東京都港区にある芝浦エイト、 JR 田町駅東口より徒歩3分、ロッテリアの隣にあります。設置台数はパチンコ194台、パチスロ70台、前台無制限制で持ち玉での移動が OK です。新台、人気機種のほか、アマデジも充実のラインナップ、さらに遊びやすい1円パチンコも併設しております。詳しい情報はホームページでご確認ください。大キープせず前半戦を終えたZON、まずは台探しから。桜井さんの横か、前半最後ってガロの10番台っていうですね、奥人を打とうと思、どっちか打とうと思ったんですけど、台キープしなかったらまさか両方とも打たれてるっていうね。そうか、じゃあちょっとガロ以外探してみますかね。ということでZONは北斗の拳ラオウの島へ向かいます。ZONは北斗の拳ラオウ61番台で後半戦をスタート。こっち打ちます。おっす、後半戦。なんかいやよくわかんないですけど、まあとりあえず前半戦で打ってたガロがね、そこそこまだ調子よく回りそうなんで、まずこっからね、さらにもう1回か2回ぐらい魔界入れたいですね。で
1人で3万発目指します。というわけで早速打っていきたいと思いますんで、いきます。およそ1万7500個の持ち玉で後半戦を開始した桜井、この持ち玉をどこまで増やすことができるのか。残るレオコは ST 状態から後半戦を開始ということで、後半戦 ST 状態からスタートします。前半はですね、電サポ中は1対1の割合のはずのビクとレギュラーがですね、レギュラーにクソ偏ってるので、これからちょっとビッグの確率を戻してこれるように頑張りたいと思います。とりあえずビッグを引くことを目標に掲げ、レオコは ST に挑むが、何事もなく、まずいね、頑張れ頑張れ、やばい、次で終わり。だいぶ心折れてるんですけど、とりあえず後半1回ぐらい初当たり引っ掛けられるように引き続き頑張ります。 ST 状態で後半戦を開始したもののまさかのスルー。レオコは気を取り直し、持ち玉で次なる当たりを狙います。こちらはゼットン、北斗で勝負に挑みましたが、わずか500円で大移動。ちょっと空き台待ってガラ打ちましょう。無駄に投資を重ねない方がいい。ということで、桜井のいるガロの島へ。ゼットン、今度は桜井の右隣でチャレンジすることに。結局ガロに戻ってきたのか。いや、桜井さんの左隣か前半戦最後打ったどっちかを打ちたかったのよ。ああ20個ぐらいありそうだから。桜井と並んでガロを打つゼットン、当たりはいつ訪れるのか。何のミス場もなく一箱飲まれたよ。桜井は後半戦一箱の持ち玉を失いドル箱おかわり。しかし残る持ち玉はおよそ1万6000個、余裕ですな。隣のゼットンは4000円を投資したところで大移動。さあ困ったぞ本当に。ガロに目星があるものの、お客さんがついてしまっているため打てず。でゼットンが次に向かったのは、まさかの前半東京デラックスから麻雀物語に行ってガロに行ったんですけど、ガロから今度はこっちですよ、出戻りですよ。だよそれ。まあ、ていうかもうガロをねいつでも出ると思ってキープしなかった僕に落ち度があるというか、自分が悪いんですけどね、キープしとけばよかったと思うような立ち回りができないゼットンのところへ。奥さん弾持ってないんすか。くれんの。いや、帽子貸してあげようと思って。じゃあお借りします。帽子を貸してあげますよ。何だ、大丈夫、多分大丈夫。何で匂うの。俺匂わないから噛めるか、普通に。これどっちが前なの。そっちが前です。合ってます合ってます。かわいいギャル、ギャルを、こういうギャルをいる、います、います。あのね、意外に似合いますよ。本当、ありがとう。あ、中井くんみたい。嬉しいのか喜んでいけないのかよくわかんないよそれ。でもそういうギャルをサーファー言いますよ、サーファー。まあ、とりあえず黙ってこれで一番打ってみるわ。大丈夫大丈夫、意外と大丈夫。私さっきまであんなのかぶってたんだ、超恥ずかしい。ゼットンに黄色いヘンテコ帽子を貸してあげたレオコ、頭が寒い状態で実戦再開。さて、まあ、あの帽子をあげたから私は当たるでしょう。あれかぶってるとビッグ引けないんだよね。と始めると早速疑似連が発生。もう一個来たりするかな。あ、来た、レベル3来た、熱い熱い熱い、ただハートではない。早速チャンス来ましたよ。一発ハート柄が、ここでハート来た、来たよ、来た来た来た、しかも役物破壊して、破壊、割れろ割れろ、ビャン、破壊しないか、ちょっと微妙かな。まあ、出ただけでも熱いんですけど、やっぱ割れてくれないと。ちょっと帽子効果でレオコは大当たりとなるのか。
やマジか、外れんのこれ、復活復活復活ない、外れ、残念、マジか、これ前半の私だったら当たってたよ、絶対今帽子のせいだ、帽子がなくなったからだ。チャンスを逃したレオコですが、その後間もなく、ああ赤保留来ました、赤保留、でもなんか可愛らしいものが出てた、熱い赤保留出現で再びチャンス到来、この赤保留は順調にぎじって、もう一個もう一個、いいよレベル3、ここでハートじゃないんだ。さあ帽子なし状態のレオコ、今度は大当たりなるか、もう一息、おーくん来た、でかいの来たよ、ハート赤か、ちょっと足らないけど、あでも最終決戦赤ジェリフある、頼む、さっきボタンハートだったよね、来い叫んなよ、やっぱしあのヘンテコ帽子は大当たり効果があるかもね、これは切れてもいいよ、復活復活来い、復活来てお願いします、お願いします、来ました復活大当たり、へそはレギュラーで勘弁しといてやろう、しゃあないしゃあない、あの前半ビッグ引けなかった分ここで帳尻合わせにかかりますと、レオコはビッグボーナスの連チャンに期待を込める、終わった、ビッグどころかレオコの ST はスルーし単発で終了、もう何がビッグだよ当たんねえよこちらはガロを打つ桜井、全く見せ場がないですよ、淡々と飲まれてる、せめてね疑似3連ぐらいしてね、当たれとは言わんですわ目の覚めるようなアクションをと、熱い演出に期待しますが何事もなく2箱目の持ち玉が終了です。でもね、今の一箱で180回ってるから全然美味しいと思うんで、ちょっともうちょい頑張りますよ、本当にちょっとよいしょ、やだよこのまま後半戦何もなく終わるっていう花のない展開、勘弁してほしい、それは桜井の大当たりはいつ訪れるのか、レオコのヘンテコ帽子をかぶって実践中のゼットン、4000円を投資しますが効果なし、ガロに戻るしかないじゃんか、あ空いてる、ゼットン再びガロの島へ、前半戦最後に打った10番台が空き、ようやく目星の台を打てる、前半戦最後に打った台これですね、さあ俺があと1万以内で食いついてくれるか、周りはいいものの何事もなく5500円を消費、ヘンテコ帽子の効果は未だ現れず、焼くものはなし、どうなの帽子パワーは、トランプと槍が勝つだろ普通は、おゼットン待望の大当たり、まさか本当に勝った、やったね、よかった、投資が止まった、35,000、これですかね、これですかね、よし、ようやくの当たりを引いたゼットン、マカちゃんを獲得できるのか、だろうね、ここはマカちゃんならず、
いいんじゃない、いいんじゃない。でもいやー帽子効果すごいね。俺も被りたいぐらいだ。ガソか、いらないけどね。100回時短となったゼットン、ここでの引き戻しはなく終了。帽子パワーを引き出せず。とりあえず玉もらったから、持ち玉でもう一回ね、大当たり引いて次こそはみたいな感じで。果たしてゼットンは持ち玉で当たりを引くことができるのか。こちらは単発終了のレオコ。気を取り直し打ち込み始めると ST5 7回転で来た難なくペカリ大当たりゲット。ありがとう。へそからは 20% がビッグなんですけど、これで初当たり5回目なんで、まだ1回もビッグ来てないんで、そろそろ確率通りならビッグのはず。ありゃりゃ、ここは無理だった。もう頼むから単発だけ勘弁してください。お願いしますと願うレオコは見事2連チャン目の大当たりをゲット。お願いします勘弁してくださいよ。レオコ単発は逃れたものの、連チャンはレギュラー2発で終了。299は引けるのに59分の1は引けない。こちらはガロを打つ桜井。その後も見せ場はなく、デジタルは600回転を突破。ただただ持ち玉を打ち込む展開です。で、3箱目も飲まれてしまう。ほんと勘弁してほしいよ。ちょっと単に打ち込んでるだけだからね、ほんとに。いかんぞ、なんとかしないと。よいしょと、4箱目に手をつけるとようやくレッチかかんだ、レッチかかんだよ、レッチかかんだよ。よしよし、ローマ人になろう。ローマ人になろう。もう一個欲しい。よしよし、やっと来ました、疑似三連。3箱ちょい使って後半初の見せ場。ちょっと目が覚めてきたぞ。一気にテンションが上がった桜井。役物を完成させて、さらにチャンスを呼び込めるか。完成ならずアニメ系へ。この後の発展に期待ですね。せめて発展しろよ。これは寂しいぞ、これで終わったら。終わりました。やっと来た見せ場ですがね、アニメ系で終わっちゃいましたよ。せめてガロ SP 行ってくれよ、本当にショックだな。ようやくの見せ場もあっさり外れ、その後は再びまったり状態へ。単発大当たりだったゼットン、持ち玉を打ち込むと赤保留が出現。50とかじゃない、もっと上を。50よりもっと上でお願いします。よし、なんでだよ。どう勘弁しろよ、回転もしないのかよ。目立ったチャンスアップ演出がないゼットンでしたが、ここで次回予告が発生。あっちゃんこと 3D が欲しいですね、こうなると。役物完成ならず、この後のタイトルエフェクトは 3D いった。 3D 出現でチャンスアップ。ゼットン帽子パワーを発揮できるか。頼む、万歳しちゃいました。
ゼットン時短後49回転で大当たりゲット。本当あるのか帽子パワー。そうでしょうそうでしょう。2回目の初当たりとなったゼットン、今回はマカちゃん入るか。よしよし、ゼットン見事マカちゃんゲット。この帽子でよくは3000円で買おう。ゼットンは5万円で各編の魔界ラッシュへ。ここでも帽子パワーは発揮するのか。サクッと3連チャン。さらに継続し5連チャン。そしてゼットンの連チャンはまずまずの5連チャン。およそ1万発の出玉を獲得。実戦終盤にしてようやく持ち玉遊戯となったゼットンはここで帽子をレオコに返却することに。トイレっぽいっすね。じゃあラッキーカラーの緑を。ゼットンはジュースを添えてレオコに帽子を返却。ジュースと帽子まくったってことですかね。一応パブリーズしていきます。やっぱこういうのあるお店親切ですね。こういうこともあるから。あ、なんかいっぱい出た。Z の匂いと一緒に大当たりパワーもなくなっちゃう気が。じゃあ私もこれを装着してレンチャン ST 連を目指しましょう。さあ、あと一息っすね。これで OK。しかし当たることなくレオコの実戦は終了。怖いね。結局初当たり2回引いたんですけど、その内訳が4ラウンドのレギュラーが3発。もうちょっと平行さんに帽子返してもらってればこんなはずじゃなかったと思うんですけど。合計5回の初当たりを引けたもののラウンド振り分けに泣いたレオコ。残った出玉は6514個。ちょっと前半戦終わった時には1万発ぐらいあったことを考えると、まあ多少も多いですけど、まあ今日はでも久しぶりに人の役に立てたと思います。お疲れ様です。こちらはガロを打つ桜井。後半戦は当たりを引くことなく820ハマリで実戦終了。ただただ持ち玉を消化するだけだった後半戦。残った出玉は。というわけで8764個。前半終わった時1人で3万発出すとか言ってましたけどね。まさかのこの展開。いやー、辛かったです。まあでも一応プラスはプラスなんで OK ってことで、ありがとうございます。残るはゼットン。5連チャンで作った持ち玉を打ち始めると ST535 回転で虹です。ありがとうございます。わいっしょい。レインボーエフェクトが出現しあっさり大当たりをゲット。高す、めちゃめちゃ嬉しい。よし、そこまではないか。あっさり大当たりを獲得したゼットン。ここもあっさりとマカちゃんゲットとなるか。うわー、無理か。今回はマカちゃん獲得ならず。大当たり後の時短が抜けたところでゼットンの実戦は終了。後半の体力考えればよくここまで巻き返したと思います。はい、お疲れ様です。後半戦の終盤から3回の初当たりを獲得できたゼットン。その出玉は、投資が3万4500円で出玉が1万1801個。まくりました。ありがとうございます。よし。
なんで必ずお辞儀が始まるの。なんとなく。お疲れ様です。学校か。お疲れ様です。全然疲れてないよ。起立気をつけ、礼で。あ、まだいたの。まだいたってどういうこと。Yes. 後半戦映ってないよ、多分。Yes. 高スクリーン。Why? Why? No. ちょっとネタ合わせ先にしといてくださいね。こんなに噛み合わないの。そうそうそう。まあまあまあ、とりあえず桜井さんのね、まあ、3万バスを目標に前半戦が2万2000バスぐらいのプラスから、まあ、スタート後半戦始まったんですけど、まあ結果的に全然届かず楽勝ムードだったのよね、あの時点で。プラスはプラスですよね。全然プラス。トータルデートで大体1万8000発ぐらい。あ、すごいじゃない。あ、でもナルト行って帰ってこれますよ。1万8000発もあれば。まあナルト行くぐらいだったらもうその分を。いやいや、だから足洗えよ。真面目に20回ぐらい回るガロをずっと打ち続ければいいんだよ。でも、まあ、本当に足洗った方がいいですよ。まあね、ちょっともうちょいちょっとね、研究の余地がある。お昼ご飯の時の誰も食いつかない感じ。そうそう、一生見つけたんだよ。まだ諦めるに早い。食いつかない。ね、そうですだって1ヶ月で35万負けるような話、誰が飛びつくかって話。それはね、ビギナーズラックの逆ですよ。どんだけ前向きなんだよ。ビギナーズアンラック。どんだけ前向きなんだよ、それは。それじゃアンラックじゃないですか。アンラックやっぱ時代は黄緑だよね。時代は黄緑。これ来てる来てる。ちなみにいくらしたの。980円。買うわ。それだ。マイナスは。俺であんだけ出せんだったら、まあなんか安いもんだな。安いもんね。そこにつけてるあのジュースより絶対安いですよ。本当。そうだね、確かにね。でも本当に1万とりあえず取るかぶって1万打ってみるわっつったらちょうど9500円ぐらいで、すごい人が回るからね。じゃあ俺もこの星かぶってそうですよ、ナルト買うわ。いくらそれやったらパンパン。いかない、ダメダメ。本当それどこで売ってんのこれ。これあの池袋か原宿か。あ、本当。じゃあ買ってきてあげます。本当本当、じゃあちょっと次回買ってきます。おそろべゆでゲストの分と。あ、そうだね。使いましょう。いいね。俺の分もね。じゃあ4つ買いましょうか。次回ゲストじゃない。俺はかぶってあのこうやってればなると、あの家のパソコンでなるとパソコンの前座ってこうやってるから。いや、帽子の効力っていうか、あの魔力が薄めて、やめてやめて。なことないよ。ある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 かな。ある。でも一回試しみたいな。やっぱ桜さんにはダメだけど。6号艇ばっかり落ちちゃう。6号艇切る、6号艇切るみたいな。まあ言ってもそんな感じで、とりあえず目標の半分以上はね、とりあえず、まあ、出したんでよしという感じで、はい、はい、美味しいお酒飲みますね、これで。そうですね、はい、まあ、ではまた、あんまり借金作らないようにして、うんうん、これをきっかけに、このプラスから、ちょっと流れが変わって、うん、また次来た時は、次来た時は減ったよっていう、いい報告をしたんで、それでいきたいと思います。奥さん泣きますよ。ね、大丈夫大丈夫、もう乗りかかった船だから。じゃあ次回はまたどんなケースがね、入るか分かんないですけど、ぜひまた見てやってくださいってことで、はい、ありがとうございました。さよなら。